これより後半戦に入ります。第3クォーター、プレーナンバー3-1、アイランズキックオフ、キッカー42番。キリックスリターン、キリックス陣40ヤード近でボールデッド。プレーナンバー3-2、キックスファーストダウンテン、ボールオン自陣40ヤード。クォーターバック3番、ハンドオフ系から自らキープ、右オープン展開し約3ヤードのゲイン。ここでオフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンス10ヤード抜退し、ファーストダウンやり直しです。プレーナンバー3-3、キリックス自陣30ヤードからファーストダウン20。ワイドレシーバー9番、ヒッチパスをキャッチアンドラン、相手タックルをかわしながら約10ヤードゲイン。プレーナンバー3-4、キリックス自陣44ヤードからセカンドダウン6。ナイスラン、ファーストダウン、ラニワク16番、ハンドオフから左オープン駆け上がり、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-5、キリックス相手陣40ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア16番、しかしこれはトライス、アイランズがタックルし、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー3-6、キリックス相手陣37ヤードからセカンドダウン7。ナイスです。何枠16番トスを受け右オープン狙いましたが、これはアイランズ99番がチャージ、約6ヤードロス。
プレーナンバー3の7キリックス、相手陣43ヤードからサーダウン13。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー80番へのロングパス、しかしオーバースロー、フォースダウンとなります。プレーナンバー38キリックス、フォースダウン13、パントフォーメーションを選択。ボールオン、相手陣43ヤード。このバントはアイランズ陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー3-9アイランズ、ファーストダウン10、ボールオン自陣18ヤード。成功、ファースト。しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。したがって先ほどのプレーは無効となり、10ヤードバッターし、ファーストのやり直しです。プレーナンバー3-10アイランズ、ファーストダウン19、ボールオン自陣9ヤード。QB サーク。クォーターバック10番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これを トヨタ73番が QB サーク、大きくロス。プレーナンバー3-11アイランズ、自陣2ヤードからセカンダウン27、セカンダウン26に訂正です。中央へのランプレー、キャリア26番、サーダウンに変わります。ここでウォーターブレイクです。
プレーナンバー3の12アイランズ自陣4ヤードからサーダウン24。ランニ枠26番ドロープレーによって約10ヤードゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3の13アイランズフォースダウン14、パントフォーメーション、パンター10番。キックスリターン80番。アイランズ陣45ヤード近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー3の14、キリックス相手陣45ヤードからファーストダウン10。ランニングバック35番、ハンドオフから右オフタックルを突き、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3の15、キリックス相手陣41ヤードからセカンダウン6。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック3番、ワイドレシーバー1番、11番にパスを通し、11番キャッチアンドランでファーストダウン。プレーナンバー3の16、キリックス相手陣34ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック3番、右に流れながらワイドレシーバー80番へのパス、しかしこのパスはキャッチミス。失礼、ターゲット90番でした。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー3の17、キリックス相手陣34ヤードからセカンドダウン10。ワイドレシーバー9番、ヒッチパスをキャッチアンドラン。しかしこれはカバーされており、ゲインはほとんどなし。ここでホイッスル。
プレーナンバー3-18キリックス相手陣34ヤードからサードダウン10。インターセプト。クォーターバック3番ロングパスを投じました。しかしこのパスを取ったのはアイランズ42番、攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー3-19アイランズ自陣9ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア26番。しかしこれはキリックスのチャージにより約2ヤードのロス。プレーナンバー3-20アイランズ自陣7ヤードからセカンドダウン12。ワイドレシーバー83番ヒッチパスをキャッチアンドランを試みましたがゲインは2ヤード。プレーナンバー3-21アイランズサードダウン10、ボールオン自陣9ヤード。クォーターバック10番オプションキープで地を突破、約7ヤードゲインしましたがフォースダウンに変わります。プレーナンバー3-22アイランズフォースダウン3。パントフォーメーションを選択します。パンター10番。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりましてキリックストヨタブルファイターズ10点、クラブアイランズ0点でキリックストヨタブルファイターズのリードで後半戦第4クォーターに入ります。第4クォーターはこれまでの得点争いに加え時間を奪い合う戦いが始まります。